お元気ですか？ペルシアンです。今日ね、久しぶりのね、夕飯動画となります。それがこちらね、ソーキそばでございますね。また麺類かよと思ってる方いらっしゃると思いますが、今回は違いますね。さっき言ったソーキそばでございまして、買ってきました。沖縄の物産店で。で、スープがね、豚骨とね、カツオだしのスープでね、このお肉はですね、ソーキそばってございまして、軟骨もね、入ってます。軟骨もね、食べれるね、豚の角煮でございます。で、ネギの青いとこ乗っけてね、それでね、食べていきたいなと思います。で、お酒はですね、この、ジムビームのね、スプライト割りでございます。私の好きなね、飲み方でございます。これを食べてね、明日ね、ライブ頑張りたいと思います。で、今日もね、緊急にもかかわらず、ライブに来ていただいた皆様、本当に、ありがとうございます。ね。ペルシアンもね、一歩一歩前進して、頑張る所存でございますので、よろしくお願いしますって、なんか政治家みたいなこと言いますけどね。まあ、そんな感じです。で、収益化目指して、頑張っていきますので、よろしくお願いします。またね、土曜日もね、仕事を、してる方もいらっしゃると思いますのでね、くれぐれも怪我とかね、病気にならないようにご注意願いたいと思っております。よろしくお願いします。で、明日はライブですね、仕事の関係でね、10時過ぎになるかもしれません。はい。で、極力間に合ったら10時ぐらいにやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日はね、こんな感じの夕飯動画でございます。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとツイッターとね、ツイキャスもよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。